7万5000人の観衆を前に、大障害飛越の技とスピードを争う第59回中山大障害。出走馬史上初の15頭が距離4200の長丁場に挑みます。先頭は12番の横浜、その外に14番のカリム姫が続き、後続馬縦一列になってスタンド前の障害を軽々と通過。人気のアドミラル・アランバードは後段、そして藤の誉れは3番手をマーク。横浜カリム姫、激しい先陣争いで後続馬をぐんぐん引き離します。最初の難関第一区作、両馬馬体を合わせて飛越。3番手は藤の誉れ、4番手山人ダイヤ、以下後続馬も鮮やかにクリア。続いて大土塁、カリム姫を先頭に差を縮めた有力馬が次々と飛越。落馬は一頭もありません。バックストレッチからラストコーナーへ、カリム姫を一気にかわした1番の藤の誉れがスパート。関西馬山人ダイヤが3番手に上がってきました。並んで3番手をキープします。第4コーナー先頭は藤の誉れ、先頭藤の誉れ、先頭ちょっと後ろを見た山人ダイヤ、山人ダイヤ後ろを見た、インコース無知を入れてカブト光追い込み体勢、一番内藤の誉れは外に持ち出しました。前面山人ダイヤと2頭、山人ダイヤかわした、藤の誉れ2番手に下がった。先頭山人ダイヤ1馬身リードしてゴールイン。大障害制覇、2位藤の誉れを競り落とした山人ダイヤは4分48秒1のレコードタイムで優勝。6年ぶり関西に栄冠をもたらしました。